島諸島に来ております。風がですね、風がしゃべろうとしてきた。強いんですよ。強いに波なんだしね。はい、まあ、ヨッシアの練習もやりながらとか、はい、いろいろあるんですけれども、本当はね、今日競技場で付き合ってもらおうっていう流れだったんですけど、それがね、競技場週に1回やる当たってしまったって。マジでやばい。違う企画やろうということになったんですけれども、お昼ご飯も食べて、ねえ、はい、島に来たの俺。あ、みんなね、睡眠状態だったわけですよ。だったんですけど、これはなんとバタフライやってみた。違う、風11メートルから15メートル、16メートルくらいまで吹いている風があるんですけども、その風を今回利用させていただきまして、鳥人間コンテスト、なんで止まねえんだよ。なんで止まないの。この風を利用して TK2000m トライアルやってきた。いやガチガチ言っていいだけやんって言いましたね。はい、これ TM で終わり。3分20秒、今回3分1桁狙っていこうかなと、おーい、思います。 TKD が 10m 3分10秒切ったところみたい。痛いよね。うん、早速やっていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。はい、それでやっていきましょう。ダッシュでいこうぜ。ということで今日ね、達也くんが俺の線を引っ張ってくれるということで、最強のペーサーがやってきました。最強のペーサーですからね。線のベストちなみにいくつなの。2分25秒8です。早すぎ。達也くん、運動もあんまりしないんだけど、はいはい、そんなことよりこの足元、え、やる気ある。まさかこんなことになると思って。私服です。私服です。普段用の靴だよね。ギリジョグできる普段履き。俺の中で普段履きの靴で3分は走らない。やばいよね。想定外だけど、申し訳ない。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。急遽タムジャーも引っ張ってくれることになりました。いや、やっぱ皆さんね、せっかく来たんで皆さんのサポートしたいぞと、はい、サポート芸人ですよ、僕は。じゃあ行くぞ。はい、行きまーす。はい、さあ始まりました。周辺の追い風下り坂 1000mTT。 さあリラックスしていくよー。さあさあさあ、このスピードで短距離の TKD がね、 1000m 突っ込んでるのはまず面白い。しぶき、すいません。さあ、ナイスペース。いよいよ、さあ、いいよ、3分ペースでいってるね。いいよ、めちゃめちゃいい。リラックスして、リラックスして、400が460分だよ。68秒ぐらいだね。460、2分50秒ペース。まだいいよ、足早い。余裕ある余裕ある。今500、あと半分、 1000m あと半分で終わり。いよいよいよ、3分切ってるからね。今このまま行ったら、このままいったら2分台出るよ。はい、600、あと400、あとトラック1周で終わり。あとトラック1周で終わり。さあさあさあ、800になったらもうもがこうか。800になったらもがこう。さあ700、今700。これマジでやばいぞ、このタイム。出るぞ出るぞ。さあさあ750。さあ追い風に乗っていこう。さあラスト200。さあもがくよ。おいしい酒飲むぞ今日は。やばい、マジでこれ2000台。いけるいける、ちょっと横つける。
バカやばすぎる。ダッシュで行こうぜ。ようやった。やばすぎる。やばすぎる。キモすぎだろ、マジ。びっくりした。いかに、まさかの、ちゃんと自分らしいから。ちゃんと自分らしい。スパートいい感じでしたね。楽だね。楽。やっぱりヨシキさんの後ろもそこ楽だなって思ったけど、同じように。すごい気持ちよく。ありがとうございました。ラビラ、ちょっと楽しい。バカじゃない。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。